の人。私、彼女がここに来た。ホタルグサです。まさか。力比べでもしようか。私の力はもうすっかり弱ってしまってるんです。お手柔らかにお願いします。いやー、うわー、どうしよう、負けたらどうしよう。どれやっ、倒して話を聞くという。今ある人のことを思い出しました。そう、私が落ち込んでいると彼女はいつも、蛍草の力なら鬼王に匹敵するかもしれないよ、勝負の時この言葉が頭の中でずっと響き続けて。山わらわさん、狩猟の酒呑童おじさんに会わせてくれま。でもうまくいったら白狼さんは私がここにいると聞きつけて必ず。少し震えるけど、うまくいけば願いが叶うはず。ただ白狼さんにもこの戦いを見守ってて欲しかったな。お前が他の奴らと勝負して山を騒がせているという蛍草か。一体何のために大江山に来たんだ。この乱世の中で大江山は庇護されてるとはいえ、考えなしに遊ぶ場所じゃねえ。鬼王様、私は大切な人を探すためにやってきました。彼女も生命様の式神です。生命の式神か。ならあいつに免じて手を貸してやる。探してる奴の名前を言ってみろ。手下に似顔絵を作らせて商用会に配らせてやろう。そしてお前は、こんなご時世だ、他の奴に護衛させて送らせるから元いたところに戻れ。分かったか。でも大江山の妖怪たちは強者にしか従いません。私みたいな小妖怪を素直に助けてくれるのでしょうか。なので一つだけお願いがあります。ん？聞かせてみろ。白狼さんが私を見つけるいい方法だし、白狼さんの長年の期待にも応えられる。だから今勇気を振り絞らなきゃ。あなたに挑戦したいです。大江山の鬼王、酒呑童子。
は？どうか抜けて立ってください。へえ、威勢はいいがお前震えてるぜ。私は恐れてなんかいません。それじゃあ今一度考える機会をやろう。何が何でもあなたに挑戦したいんです。大山の鬼を地天童子さんに。おお、こいつ大江山の鬼王を倒して皆に注目してもらいたいのか。ふん、噂通りの怪力持ちか、それともただの自信過剰か、ちょっとは期待していいかもしれない。我が友に挑みたいのはお前か。あ、びっくりした。お前が生まれながらにして怪力を持つ者、ホタルングサか。しばらくここで見ていたが、見たところお前は確かに怪力を持っている。しかし残念だ、それでもお前は我が友にはかなわないだろう。肩ばかり持つのはずるいですよ。私はどちらにも肩入れしない。さっきからずっと息が乱れていることに気づいていないのか。それは大山に来てから何度も勝負したからです。勝負についてお前より私の方がはるかに詳しい。お前は繰り返される勝負に疲れきっているのではなく、最近何かしらで体を壊したのではないか。もしくは生まれつきの持病か。隠そうとするな。このままではまずいことになるぞ。それほどまでに勝負に執着するのなら、私が普段飲んでいるこの安心丹をあげよう。少なくともここ数日の疲れは取り除けるはずだ。茨城童子だ。私も手合わせしたかったが、やはりまずはこの妖怪の状況を伝えねば。我が友は正々堂々と勝たなくてはならないからな。それにしても安心丹は一袋で足りるだろうか。本当に心配だ。この妖怪はどれほど自身を顧みず戦い続けているのだ。逃げ出さなかったのは褒めてやるぜ。聞き忘れたが、なぜ俺様に挑戦する？実はある人が私にこう言ったんです。成長したいなら成長の限界があった。私はみんなに自信が足りないと言われていて、私自身ずっと一歩を踏み出すことができていませんでした。でもずっとそばにいてくれた人が去ってしまいました。私もいよいよ踏み出す時が来たんです。来た道に戻るがいい。いやー
号の攻撃は思ってたよりも強烈じゃない。でも力がちょっと。ラダリン、バカ力だけじゃ負けちまうぞ。何を背負ってるか忘れたわけじゃねえよな。この言葉、力技の一辺倒だけではいつまでも私に勝てませんよ。あなたに何を教えたか覚えていますか。一歩一行、一球一石、そして最後の一度。それは今までずっと身につけられなかった最後の一度。ホタルムさん、私がそばにいなくてあなたが一人になっても忘れないで。すべての矢を人生最後の一夜のように扱うこと。カクロウさんが最後に教えてくれたのは。お前の度胸と気概、気に入った。何より最後の一撃はかっこよかったぜ。俺様は卑怯な真似は絶対にしねえ。だから素直に認めるぜ。ホタルグサ、お前の勝ちだ。私だったら、誰にも悟られずに勝ちを譲れただろうか。さすがは我が友。妖怪たちよ、我が命に従え。山の総力を集めて、ホタルグサの友人白狼を探せ。痕跡があればいつでも報告しろ。褒美を出すぞ。私、初めて自分の限界を打ち破った。白狼さん、あなたにも。ホタルグサ、来たか。昨日俺様の部下が山中を捜索したが、お前が探している白狼は見つからなかった。しかし、そいつが残したと思われる血染めの矢を発見した。そして、ある手がかりを手に入れた。落ち込んでるのか。もし彼女も虚無に侵食されたら。だから手遅れになる前に早く彼女に追いつきたいです。かなり疲れてるように見えるな。この手がかりでお前を元気づけられるといいが、妖怪が侵食されると他の妖怪たちの後を追って無意識に未知の場所へ向かうという。今大間ヶ原の玉物前も侵食された銅メキの件を調べている。あいつに会えば何かが分かるはずだ。あいつに手紙を書いた。そしてお前にも護衛をつけるのはどうだ。ニオ様、ありがとう。これから先の道もしっかりしろよ、ホタルグサ。